週刊文春電子版スクープ速報。カナダの企業からの買収提案に揺れるセブン&アイホールディングス。そんなセブン&アイホールディングスの伊坂隆一社長が週刊文春の取材に応じ、巨額の買収提案の受け止め方や新たな経営戦略の狙いなどについて語りました。セブン&アイホールディングスは今年の8月、カナダのコンビニ大手アリマンタシオンクシュタールから買収提案を受けたことを公表しました。ただ買収価格は1株当たり 14.86ドルだったため、企業価値を著しく過小評価しているなどと反発。するとクシュタールは9月中旬、1株当たり 18.19 ドルで買い取る新たな提案を行いました。買収総額は約6兆円から7兆円規模に膨らんだことになり、株主の利益を踏まえると、クシュタールからの買収提案に反対することが難しくなりかねません。これに対し、セブン&アイホールディングスの伊坂社長は10月10日、決算説明会で新たな経営方針を表明しました。経営資源を主力のコンビニ事業に集中させる一方、イトーヨーカドーなどのスーパー事業を中間持ち株会社ヨークホールディングスに集約させ、社名も来年5月にセブンイレブンコーポレーションに変更する旨を発表したのです。セブン&アイホールディングスとしては、自力で株価を引き上げることで株主の理解を得たい考えとみられています。しかし10日に発表した来年2月期の連結純利益は前期比 27% 減の1630億円になる見通し。経営資源を集中させているというコンビニ事業も業績は芳しくなく、クシュタールによる買収提案も予断を許さない状況だといいます。果たしてセブン&アイホールディングスの伊坂社長は自社を取り巻く厳しい経営環境をどのように受け止めているのでしょうか。10月13日週刊文春の記者は本人に話を聞きました。先日グループの再編を施策として打ち出しましたが、防衛策としては十分ですかとの質問に対しては、それはクシュタール云々ではなく、自分たちが本当にこれからどうやって成長していくかということをベースに考えたプランである、このように説明をしました。伊坂社長は週刊文春の取材に対し一体何を明かしたのでしょうか。詳しい一問一答の内容は週刊文春の電子版でお読みください。はい、ここからは雑談パートとして、電子版サブデスクの斉藤優と、週刊文春電子版の錦堂が務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セブン&アイの話になりまして、で、スクープ速報でも、話に出てましたけども、今コンビニ3社というの勢力図がこういうことになってるんだというふうに思いましたね。ちょっと今回の雑談配信では、まあ、このコンビニ3社にちょっとフォーカスして話をできたらなと思うんですけど、錦戸くんのこのコンビニ3社の中でのコンビニの推しというか、なんかお気に入りのコンビニはどこになりますか？そうですね、ちょっと正直別に特にどこがみたいなのはあんまりなく、まあ、近くにあない。結構この3社どこかって聞くと結構みんなこれこれってなんか言ってくれる人が多いイメージがあるので、まあでも中ではセブンイレブン派ですかね、私は。それはなんかこの話題に忖度してそう言ってます。いいないんですけれども、ちょっと高くて美味しいものとかがあるイメージあるかなという、うん、まあその、まあ、もちろん、まあ、安い方がいいっていう場合もありますけれども、金のなんとかシリーズとか結構美味しい、はい、たまに安くなってるとそれを買ったりとかあります。なるほど。やっぱそのセブンイレブン皆さん美味しいってところで結構してる人が多いかなっていう感じはしますよね。さっき言った3社でいうと、なんか僕よく聞くのはローソンとかはやっぱあのお菓子スイーツ類が美味しいっていうところ、はい、まああと唐揚げくんとか、まあ、そういったところが美味しいってところで、まあ、ローソン推しですみたいな人は結構いるかなって気がしますし、ファミマはまあファミチキがあり、あと結構服とかね、あの靴下とかなんか地味に自分の身の回りだと人気だったりして、あの確かに衣服なんかその単に食べるもの、まあ、その日買うとか家で食べるとかとは違うなんかその展開の仕方をファミマとかはしてるな、うん、まあ、セブンイレブンさんローソンさんもやってますけど、ファミマは特になんかファミマっていうブランドというか、なんかこうちょっとあのファミリーマートとは店舗の作りが違うような感じでやってたりだとか、なんかこう高価格帯ちょっとそういうプレミア感のあるものをセブンとはまた違った形で押し出してるなっていう気がしますよね。今あの錦戸くんの話にあった、まあ、その、セブン、まあ、プレミアムというか金の丸々みたいなやつは、
もうもちろんあのヒット商品で流行ってはいるんですけど、そのちょっとその高価格帯みたいなところが、高級路線みたいなのが忌避されて、営業利益みたいなところでは落ち込みがあったんじゃないかっていうのが、結構経済の記事と、あの通信社さんだったり経済誌の記事とかだと出てたりして、そうなのかなとも思うんですけど、実際なんかあの自分はそれはそのこの記事を読んだ時に、あ、確かになと思って、あのセブンイレブンは最近その300円台の弁当とかを結構出してるんですよ。はい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 。で、まあ、結構成人男性からするとちょっとこの一つだけでは物足りないけど、昼ご飯としても成り立つみたいな、麻婆丼だとかチャーハンだとかっていうのを300円台、その中盤というか300円台で売っていると。これは確かにその今までセブンはあまりやっていなかった価格帯で、うん、で、あの多分今年夏とか、まあ、今年に入ってからそれで出てた、たくさん出るようになったイメージなんですけど、あ、こういうのやってるんだと思ったんですけど、まあ、この記事読んだ時にですね、あ、そうかと。やっぱその高級価格帯路線みたいなのだけだとやっぱうまくいかない部分もあって、セブンがこういう価格帯のこう弁当を出すようになったんだなっていう、今回の一連の報道というか、あ、受けてちょっと納得がいく感じがしましたね。まあ、今回の記事ではその社長に話を聞いたりとか、まあ、かなりその上層部にも話を聞いててっていう感じですよね。そうですね。その社長の話もなんか単に聞いて何も答えなかったというよりも、結構しっかり答えてもらえているので、まあ、もちろんそのセブンに関係する方は必読だと思いますし、まあ、セブンイレブンってあの外国のその企業との提携話みたいなのも浮上したりする、そういったまあ買収ですね、提携というか買収の話も浮上したりする、そういった企業なので、一日本企業の行く先というか、どんなことを考えているのか、トップの方がどんなことを考えているのかっていうのを知る上でも、非常にこの直撃の内容も読むと見えてくるものがあるのかなという気がします。まあ、そのセブンイレブン、まあ、最近弁当が上げ底というか、結構中身をかなり大きく見せているけど全然入ってないみたいなのが SNS と批判されているかなと思うんですけれど、はい、まあ、それをセブンイレブンジャパンの社長の永松さんという方に、はい、直接聞いているっていうような直撃も、うんうん、まあ、記事にはあるということですね。確かにそれも一つの読みどころですよね、セブンユーザーからすると。そうですね、さっき自分が言ったその300円の弁当っていうのも、サイズに比して結構食べてみるとこれだけでは物足りないって感じるような、やっぱこう量感なのかなと思うので、うん、まあ、あのそういうサイズがジャストフィットする人はいいと思うんですけど、なかなかこう安くてちょっと量も少ないみたいなところだと、どこまでそれでこう満足できるのかというところにはなりますし、まあ本当今言った上げ底ですよね。なんかそれがちょっとこうセブンの苦境というか、ちょっとこう苦しい苦境の一端みたいのをなんか示しているような気がするので、そこにもちょっとつながる質問というか直撃になっているのかなというふうに。ちなみにそのセブンはその金のやつは家で食べるように、要は中食って言われるそういう用途でいつも西木戸君は買ってるんですか？はい、まあ、そうですね、基本的には。あ、ですよね。セブンが、まあ、金っていうところですごい力を入れてやってたと思うんですけど、ファミマ側の香取慎吾さんをキャラクターにしてお母さん食堂、はいはい、あの冷凍食品で力を入れてて、結構そのファミマはそこがある程度こううまくいって、まあ多分セブンが一種独占状態だった、そういったこう中食の需要もファミマは獲得してみたいなのもあって、あの規模としてはセブンがもちろん日本全国で一番大きいんですけど、営業利益ということで言うと結構セブンの苦境が目立って、他の2社というのがかなり追い上げてきているというか、まあ切磋琢磨するような状態になっているっていうのが、なんか最近の近況として驚きでしたし、じゃあやっぱ海外の企業と提携するみたいな風に流れになるのかっていうような、なんかそんな状況になってきてますもんね。そうですね。で、そうだ、あのお伝えしたいのがあれですね、セブン&アイに関連して、イトーヨーカドー社長のそのリストラ音声というのも公開していて、今週の週刊文春およびその電子版の記事を読みいただくと、セブンイレブン、セブン&アイホールディングスっていうのが今どういう状況にあるのかというのがしっかり伝わる、そういった内容になっているかなと思いますので、ぜひぜひ、結構長い尺といいますか、結構じっくり読んでいただくような内容になっているのかなと思いますので、ぜひ、興味ある方は読んでいただきたいなというふうに、今日はこれぐらいでありがとうございました。はい、ありがとうございました。
週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックしてぜひ週刊文春電子版をご購読ください。